あのサーチライトに気をつけろ。見つかった途端に攻撃されちまうからな。なんで知ってるの？まあ傷は心以外にも負ったってことさ。ナク、ちょっと頼む。こうやって攻撃を避けてるから、初めてデートに誘った時のことを思い出すな。3度目にここに侵入じゃなくて訪問した後、カトリーナが警備ロボットを置いたんだ。3度も？5度目だったかな。奇数だったな、確かだ。ビクターだ。いろいろ思い出すね。入り口までどれくらい？半分かな、カトリーナは。身持ちが固いのさ。ロボットはお前たちじゃなく、この俺を攻撃するようプログラミングされてる。後で合流しよう。オーケー、気をつけてね。ここのセキュリティの数半端じゃないよ。
敵な庭だよね。恐ろしいロボットがいなければだけど。あ、まずい。おじさんの仲間だって気づかれた。手がブレードのロボットか。便利なのかな。だから量産したからね。初めて解けるかな。おじさん大丈夫かな。
し、あともう少し。どうやら留守のようだ。帰るぞ。おじさん。何度も言ってるけど、二度と来ないで。聞こえただろ。本当に何があったの？それ簡単には会ってくれないみたいだな。ありがとうナック。俺らはここで待ってる。それとも戻ってようか。
トリーナ、話を聞いてくれ。あなたは喋らなくて結構。事情はナックから全て聞いたわ。ちょうど侵入者を排除するためのセキュリティロボットを1000体準備したところよ。招かれざる客に備えてね。それっておじさんのことですよね。ええ、そうよ。少し調整すればザンダーの古代兵器とも戦えるわ。調整って何するの？それは企業秘密。何なの？あれ、僕の飛行機さ。シャルロット、ありがとう。パトリーナ、ノークリフで会おう。さて、飛ばすぞ、ナック。中でザンダーは何をやってるんだ。嫌な予感がするぜ。カトリーナのロボットは準備万端だ。カトリーナに伝えて、おじさん。よし、じゃあそれは博士からカトリーナに伝えてもらおう。直接伝えなよ。あいつはな、戦隊のロボットに俺を狙うようプログラミングしてんだぞ。あの煙は中からだ。通気口から入れるかも。